はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こいつ買ったのでこれについて喋ります。はい、これはですね、アバーメディアさんのライブゲーマーエクストリーム 2GC550 プラスですね。キャプチャーです。はい、はい、こんな感じでキャプチャーを新しく買ったんで、ちょっとですね、見てみたいと思います。内容的にはですね、今まで使ったサウンドハウスのクラシックプロブランドの CHD201、ピントは、これまでですね CHD201 を使ってたんでですね、それとの違い、画質の比較をしてみたいと思います。今ですね、まさにあのカメラ α7-2 の HDMI を通してキャプチャーしてるんですけども、新しく買ったこっちで撮ってます。で、これまでですね、前回はもう変えてるんですけど、前回ぐらいの動画、どれだろうな、わかんないけど、リッケンバッカーの比較とかですかね。あの時は確かこっち使ってたと思います。でですね、僕がなんでこれを買ったかと言いますと、あのゲーム実況とかじゃないんで遅延とかはあまり気にしないんですよね。で、入出力のスペック的にもこいつは問題なかったんですけども、一つですね、なんかノイズが目立つなーっていうのがずっと気になってまして、はい、予想外の画質の差があったんで見てみたいと思います。じゃあ一旦ですね、こっちの映像に切り替えたいと思います。はい、こっちが CHD201 ですね。じゃあ GC550 も見てみましょう。はい、こんな感じですね。まあこうやって見てもわかんないと思うんで、並べて置いてみます。はい、どうでしょうか。この暗さだとですね、そんなに大差ないんじゃないかって思われるかもしれないですね。まあよく見たら CHD201 の方がチリチリしてるなーって程度かなというふうに見えるんですけども、実際はですね、色味を持ち上げて調整をします。なんで調整後はこんな感じになります。はい、こうなるとですね、だいぶ暗部、暗い部分とかですね、椅子の赤い部分、あと近くにあるマイクとかですね、そんな部分がだいぶノイジーに見えてきてます。椅子のですね、ヘッドの部分とかがかなりチリチリして緑っぽくなってますね。はい、これはですね、かなり極端めに明るさを上げてみました。実際はこんなことはしないんですけども、まあ性能を見るためっていうところでですね、見てみますと、やっぱですね、CH201 はかなり全体通してチリチリしてノイズが出てますね。壁とかもかなりブロックノイズっぽいのが出るようになってきました。GC550 の方はですね、まあちょっとはチリチリしてますけども、かなり粘ってくれてます。はい。はい、色味を元に戻して、4倍に拡大してみました。ここで気づいたのはですね、CHD201 の方がなんか JPEG っぽい圧縮だなと思ったんで、OBS の任意っていうところをですね、映像フォーマットですね、手動に変えてみようとしたらですね、CHD201 がモーション JPEG、GC550 が YUY2 っていう選択肢になってました。なんでですね、CHD201 は JPEG 圧縮されたような画質の劣化があるというところですね。なるほどです。はい。はい、こんな感じでですね、2台の画質を比較してみました。4K とかフル HD とかですね、30fps とか60fps とか遅延とかですね、そういうスペックに出ない部分、画質ですね、なかなかこれネット上のそれぞれのスペック表を見てもわからない部分だと思うんですけども、割とですね違いがあるなーって思いました。がですね、リモートワークとかでやってて、そのウェブカメラとかに使ってるんですけども、まあそういう用途だとですね、全然問題ない感じでした。で、YouTube 用にこうやって動画を撮ってる時も、まああの情報が伝わればいいっていうものではあるんですけども、やっぱですね、ちょっとノイジーなのがすごくストレスでですね、もっと、なんだろう、僕が綺麗に映ったところで大したメリットはないとは思うんですけども、まあ綺麗な映像を扱う方がモチベーション上がるんで、こうやってですね、なんとかノイズを軽減できてよかったなと思ってます。アバーメディアはですね、僕は結構仕事上で使わせてもらっていることが多くてですね、このモデルじゃないんですけども、他のキャプチャー2種類ですね、4K 出力できるものと、
もうちょっと古い数年前に買ったものと使ってまして、結構ですね、某アーティストさんのドームライブとかアリーナライブとかですね、日本全国回ったこともあって、その映像演出を手伝ったりもしてたんですけども、アバーメディアさんのキャプチャーを使ってやってたりしてました。はい、実はですね。でですね、まあ弱点としては、もちろんドライバーが必要というところと、たまーに不安定になりますね。認識しないとかですね、解像度がなんか飛んで、OBS でなんか信号が見つかりませんみたいなのが出ることがありますね。はい、最近あんまり見ないんですけども、昔よくあって、バックアップ機が必須でしたね、あの時は。一度認識しちゃえばですね、もうその日はずっと OK なんですけども、たまに PC ごと起動し直した時に全く反応しなくなるっていうことがありました。そこはちょっと不安ですね。で、僕とかが使うにはいいんですけども、会社で社内の共有配信 PC とかですね、その辺でみんなが使う時に、なんか映像が出ないんですけどって言われると、なかなか詳しく知らない人には対応がしづらいっていうですね、そういう点があって、そこはちょっと大変ですね。はい。ただ、もう動けば安定してます。じゃあ、アバーメディアの方が 100% いいのかって言ったらですね、まあ価格以外にも、こいつのいいとこめちゃくちゃあるんですよね。まずですね、ドライバーがいらない。これめっちゃ強いです。はい。刺せば、もうその瞬間ウェブカメラっぽく使えるっていうのでですね、ドライバーを入れるができない状況。要はネットにつながってない現場とかですね。あとは、もうトラブルでやばい、もうどうしようもない、なんとかしないとって時にですね、その場にいる人の PC ちょっと貸してって言ってそこにつないでやるとかいう時にですね、ドライバーとか入れてて10分も20分もかかってたらもうダメだってこともあるんで、1台これをですね、カバンに入れておけばほんと最悪の事態どうにでもなるっていうですね、そういう良さがあります。サイズもこの USB メモリーがちょっとでかくなった程度ですし、980円ですし、はい、僕はこれ2個買って、1個は家で使って、1個はずっとカバンに入れてるっていうような使い方してます。本当ドライバーがいらないっていうのはですね、めちゃくちゃ便利ですね。はい、これはこれでおすすめです。ということでですね、この2機種いいとこ悪いとこ結構はっきり分かれてて、優劣つけれるようなものではないと思います。もちろんですね、キャプチャーの性能としてはこっちが断然上ですね。音声もこっちはモノラルのちょっと変な仕様だったり、はい、画質もまあ比較してあのぐらいは画質の違いあるっていうのが分かっていただけたかと思いますし、あとこっちパススルーがあるっていうのと遅延も全然違うと思うんで、ゲーム実況とかされる方はですね、こっち一択になるんじゃないかなとは思います。ただこうやってちょっとしたですね、 YouTube の動画撮ったりですね、あとはオンライン会議とかそういうので使いたいって時は全然これで問題ないと思います。こんな感じでですね、僕自身が普段使ってるもの、買ったものですね、気になったところとかですね、そういうのをリアル目線でいろいろ喋れたらいいなと思います。これからもですね、本当に自分が使うものをこうやって動画にしていけたらいいなと思いますので、もしよければですね、チャンネル登録とかして気長に見てもらえると本当に助かります。ガジェット結構あんまり多くなくてですね、車とかカメラとか音楽とかの話が雑多にされてるんですけども、はい。まあ、よければチャンネル登録して興味のある動画だけ見てもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、できるだけ高画質で見てて気持ちいいような動画にしていきたいなと思うんで、はい、そもそもですね、僕の喋りがこんなグダグダで見てて気持ちいいかっていうと怪しいんですけども、はい。よければこれからも見てもらえると嬉しいです。はい。ではですね、次の動画か、一つ前の動画、過去の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、おまけです。よく考えたらですね、撮影の前に手を叩いて音と映像を同期させるんですけれども、はい、それ使えばですね、どのぐらい、遅延があるかわかるなと思ってこうやって入れてます。はい、オーディオインターフェースですね、を OBS のアジオプラグインで通してるんで、インターフェースのそのままの設定見ると、まあ 6.689、まあ、7ミリセック弱ですね、そのぐらいあるということで、はい、オーディオはそんな感じですね。で、それに対して映像がですね、CHD201 が12フレーム、DC550 プラスが約 6.5 フレームぐらいずれてます。で、60fps なんでですね、60分の 12×1000ms で、CHD201 はだいたい 200ms ぐらい遅れて、それにオーディオも出すと、206.7ms ぐらいのずれを確認できました。
ね、GC550 の方は半分ぐらいですね。108+6.7 で、だいたい 114.7ms ぐらいの遅延じゃないかなと思います。OBS 内部での遅延とかがあるんで、ちょっと絶対的な数字が正しいのかはわかんないんですけども、はい、倍ぐらいの差があるという感じですね。この2台を比較する限りはですね。はい、こんな感じでした。